おはよう、ルリーティス。ダンス下手だったものね。アーヌスが付きっきりで教えてくれて、懐かしいわ。リュリーティス、私は昔からエージェントだった。帝国に行ったのも教皇庁の命令があったからだ。だから私をか弱い女の子なんて思わないでほしい。私は決して倒れないから。私と友達になったのも命令があったから。私が聖女の子孫で妖魔に狙われやすいから。それは知らなかったけど。こんなに優しいのにずるいわ、ずるい。君へ感じてる気持ちは本物だよ。だからずるいんじゃないの。いっそ冷たい人だったらよかったのに。リュリーです。何でもないんだ。今日はもう遅いからベッドで休もう。アーヌス、よかった。愛用という理由だけであなたを戦いの道具として利用してきた教皇の一族の一人なのよ。そんな私を守る必要なんかないわ。しょうがないじゃない。君に感じる友情は本当のことなんだもの。わからずや。どっちがだよ。夜の君を倒すよ。そんなの無理だわ。それでもやるんだよ。でもリュリュ、踊ろう。アーヌス、仕組まれた友情だったのよね。あなたをコントロールするために私が選ばれただけで、私たち何にもかも嘘だらけで、だから一つでもいい本当のことが欲しかったの。どんな出会い方だって出会いは出会いさ。私は会えてよかったよ。君は？私もよかった。うん。ねえアーヌス。何？私あなたが好き。あなたが人間でも妖魔でも構わない。あなたがどんな姿になっても
この気持ちは変わらない。私はずっとあなたが好きよ。私、長い夢を見ていたの。ここではないどこかであなたと出会って、でも離れなくちゃいけなくてあなたに聞かなくちゃいけないことがあったのよ。でも覚えていないの。大切なことだったはずなのに。ことなのにこんなに胸が苦しい。君のことを守るよ。君が忘れてしまったことも丸ごと全部くすぐったい。ごめん。この夢が覚めても君のことは忘れない。アーネス、本当はもう一つ聞きたいことがあったの。でもそれを聞くのは怖くて。どこか遠くへ行ってしまうつもりなの。大丈夫、任せといて。待ってろ。くそ、こうなって、そのつ君を、君はし、邪用を、圧迫す、すべて。ここは？もう、大丈夫だからね。ゆっくりお休み。うん、ゆっくりお休み。私のルリーティス。ただいま、ルリーティス。おかえりなさい。